とこっちですよ、お疲れ様でした。はい、まあ、まずは宮崎で1勝ということだったんですけども、はい、まあ、翌日は大敗ということで、そうですね、まあ、残念な結果で、まあ、終わりきって今シーズン、今年度というか11年終われなかったんですけども、まあ、はい、2日間通して、まあ、一番の、まあ、すごい対照的な試合になっちゃったかなと思うんですけども、一番の大きな違いはなぜあの違いになったのかなってところでした。大きな違いとしては、まあ、僕ら1試合勝って、ここで2勝しないと意味がないっていうことは全員で言ってたんですけど、結局起こったことが、まあ、宮崎ももちろん勝ちたい、でその中で1試合目ちょっと余裕を持ってできてたことが、そこのプレッシャーが激しくなったことでできなくなっちゃったのと、余裕がなくなってしまった。でも向こうのスタイルで40分間やられたっていうのがもう大きなところと、あと僕個人的に思ったのが2連勝する難しさ、まあ、初めて勝って、次の試合に臨む全員のそのメンタル部分、初めてなことだで、なんかこう噛み合わなかった、できなかったっていうのがあの結果だったと思います。まあ、そんな中で、まあ、菊池選手が9試合連続2桁得点ということで、非常にもう日本人の中でもう完全なポイントリーダーという感じもするんですけども、そのところどうでしょう。そうですね、菊池選手に関しては、まあ、安定はしたかなとは思うんですけど、まあ、もう一つ上にのレベルにちゃんと成長していけるように、こう10点で満足するんじゃなくて15点、それが20点ってなっていけるような選手になってほしいなと思います。その中ケビン選手が、復帰ということで、はい、まあ、まあ、2試合ですけども平均得点10点と、まあ、予想通りとか予想以上ぐらい のデビュー戦になったかなと思うんですけども、この辺いかがでしょうか。そうですね、僕個人としてもすごく交代のローテーションとかマッチアップとかすごく作りやすくなったので、それはすごくよくはあったんですけど、やっぱり2ヶ月空いてるというところで、まだちょっと落ち着きがない部分もあるので、まあ、これからもっともっと良くなっていくとは思っています。今ケビン選手が入ったことで、はい、まあ、高田選手、最近ここずっとまあ苦しいシチュエーションというか、まあ、はい、任務を課せられていて、まあ、なかなか得点に絡む攻撃に顔を出すことができなかったんですけども、まあ、今後やはり高田選手の得点では非常にチームの勝敗を分ける、ロスターという雰囲気はあるんですけども、はい、まあ、ケビン選手が入ることによってその辺の変化っていうのはどのように見えますか。ケビンが戻ってきたことで、高田選手の負担ももちろん減ると思いますし、もっと生かす生きる使い方っていうのがしやすくなってくると思うので、これから良くなっていくと思います。まあ、次は年明け、はい、大阪エベサ戦なんですけども、まあ、見る限り、まあ、無敵艦隊かなと思われたチームも、まあ、ここまで5敗しているということで、すべて5敗60点台以下に抑えてられている試合はすべ、はい、て大阪エベサ苦しんで負けてるんですけども、はい、まあ、そうなるとディフェンスで彼らのまあペースをダウンさせるって非常にキーかなという感じもするんですけど、対大阪戦に対して、どうでしょう。そうですね、まあ、大阪に関してはもう強いっていうのはもう間違いない。で向こうもディフェンスがすごくしっかりしているチームっていうのも分かってるんですけど、まあ、僕たちのディフェンスはすごく今ザルっていうか、ディフェンスが悪いというかオフェンスからイージーなミスをして相手に得点をするっていう、こう僕たちの問題の方が大きいので、そこをまずしっかりするのと、大阪戦はまあこれからちょっと対策は練るんですけど、まずそういう自分たちの弱いところを本当極力消して、でいいところを出す、でさらにその大阪の対策を加えて、作っていきたいなとは思っています。ただもう僕からすると、大阪戦が今シーズンの1試合目でもう全く浮き足立って、僕自身も緊張しましたし、でチームも緊張してでやられたっていう印象がすごくあるので、しっかり、変わったよっていうところを見せれたらなと思っています。なるほど、まあ、高松大阪といえば、はい、まあ、長い歴史の中で見ると非常にコーチも、まあ、その現場に立ち会ってきたわけですけども、はい、まあ、因縁というかいろんな歴史に残るような試合があって、まあ、ブースターもやはり心を躍る試合でありますので、非常に楽しみにしていると思いますので、はい、ぜひぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。